こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、コスメケース3点セットをね、また作っていきたいと思いますね。こちらにあるのはですね、タオル地なんですね。ベビータオルっていう名前のね、生地なんですけど、ちょっとね、タオル地繊細なのでね、気をつけて扱わねばならなくてですね。で、いつもだと、このコスメケース3点セット、マジックテープで開閉するんですけど、途中までね、マジックテープでやろうとしたんですけど、やっぱりね、もしゃもしゃってなんか、マジックテープが生地を傷めるような場面がね、ちょっと見られたので、もう、まずいな、これは、ということで、今回ですね、開閉はドットボタンにします。打ち込みましてね、ドットボタンっていうのは、なんかな、ブラウス、シャツとかにちょっとあるんですけど、パチンっていう音がするやつですね。スナップボタンとちょっと違うんですけど、もうちょっと打ち込んでパンパンって、ちょっと、金槌とか使ってね、打ち込んでやる作業が出てくるやつなんですけど、そういうボタンを使って、まあ、マジックテープよりちょっとね、優しい扱いにしていきたいと思うんですね。それで、今回ね、ちょっとね、飾りをつけたいと思いますね。このね、飾りはですね、やっぱ無地になので、ちょっとね、華やかにしたいなということでね。で、今回ちょっとね、ポイントがあるんですよ。今回これです。巻きバラが登場しましたね。このベージュ地に焦げ茶の巻きバラが映えるかなっていうことで、ちょっとね、余ってるやつなんですけど、この巻きバラ。巻きバラってセットでたくさん入ってる袋のやつありますよね。あれなんですよね。なので結構余るんですよね。それがね、ちょっと何かに使うっていうことでちょっと取っていて、ちょっとここで出番かなと思いました。タオル、無地の場合、なんかちょっとね、シンプルすぎて、ね、何か物足りないなっていう感じがするので、ここにね、表のところにね、巻きバラをダブルでね、縦に連ねてつけてあげます。それで、これね、手でつけるとですね、巻きバラって結構弱いんですよ、作りが。ほんのわずかちょっと止めてあるだけなので、そういう作りなんですよね。なのでね、こういうふうに返し縫いしてですね、ミシンでですね、縦にね、叩きつけちゃうのがいいんです。もうそういうふうに思いました。で、意外と潰れ、ぐちゃってうまくやるとならないんです。なる時もあるんですけど、ぐちゃぐちゃってなっちゃわないんです。また立ってくるんですね。なので、糸の色だけですね、バラの花の色になじませて、今回の場合、焦げ茶なので、まあ、焦げ茶系の糸の濃い色をですね、ちょっと、やりました。そうすると、なじみましてですね、そんなにバラの花の見栄えに影響がないんです、意外と。思ったよりもね。で、そういう感じでやります。それで返し縫いとかも最初して、最後も返し縫いで終わって、行ったり来たりしながら、このね、結び目をね、裏側に隠すことをちょっと丁寧にやりたいと思いますね。糸で通してですね、こういうふうに結んで、ここで固定します。あと、後ろ側に当て陣をしましたね。これも、あると良いでしょうね。で、余分なとこは後でカットします。ちょっとあのままではやぼったいのでね。で、こんな感じで縦にね、しっかり並ぶんですね。ミシンでやるのがいいです。やっぱり手より。よっぽど何かね、装飾的な感じで、な場合で、手でやる必要があるなら別ですけどね。丈夫さはミシンでやった方が絶対丈夫いと思うんですよね。で、こんな感じでね、目打ちを使ってで固定してですね、なるべくバラのゾコゾコの中、縁の部分ゾコゾコなんですよ、こういうのの作りって。で、そういうの中に隠してあげてやるといいですね。で、長めに糸切って、後ろの方に、糸、針に通してですね、このように、裏側に持ってって結んで、またこういうふうに綺麗に出来上がるという感じですね。ちょっとこんな感じでやってみましたね。はい、じゃあ3つ目のこれで最後になりますけど、同じとこばっかり写してますけどね、どんどん変わってるんですよ、このパーツがね。3種類ですからね、3種類とも同じように2個縦に並べてつけるということを今回やったわけですね。はい、こうやって終わりました。なんかベージュの地に焦げ茶っていう対照的なバラの色っていうこういうのちょっとポイントかもしれなくて、反対の色がいいかもしれないですね、割と。もしピンクとかなら、濃いピンクだとか赤とかですね、赤なんかのバラも花も可愛いと思うので、じゃあ、グレーとかですね、そういう感じにワインみたいな色が映えてくるかなと思うし、対照的な色で やるとバラの効果出るかもしれなくてって思いますけどね。まあ必ずしもそうじゃなくてもいいかもしれないんですけどね。あと真っ黒地に赤いバラとかもね、すごくはっきりした感じになると思います。はい、
はい、ではですね、出来上がりましたね、3点ともですね。今回ですね、ドットボタンを使ったところを写すことができたらよかったんですけど、ちょっともう暗くなってしまいましたし、違う場所にやりに行ってるんですよね。で、そこね、までちょっとね、カメラね、なかなか持ってけなくて、写す道具とかも持ってくので、なんかね、あんまり頻繁にやれない感じなんですけど、ちょっといずれまたそういうのも見たいですもんね。そういうのね、写して、なんかまたお伝えできたらとは思っています。で、今回のこのタオル地、ほんと繊細でですね、やっぱりこのマジックテープではちょっと厳しかったです。やっぱりぐじゃってなっちゃって、なんかいかにも、ズズズってなんかタオルの、糸が出てきちゃう感じまでいっちゃうと思うので、マジックテープも結構強力なん でそれよりはこのドットボタンの方がいいかなとも思います。だけどドットボタンも結構引っ張る力があって、なんかね硬いんですよね、やっぱポチンっていう風になって、なのでまあそれもね、あまり安心はできないけれども、きちんと取り付けるっていうことはまあ必要ですよね。まあそれはねちょっと注意してやりました。それで当て陣をね中に入れてやる方が丈夫かなと思ったので、当て字の中に入れて、ちょっと隠れちゃってわからないんですけどね、入れてやりましたので、結構ね丈夫に取り付けれたことは取り付けれたとは思いますね。それでこの今回ね巻き腹を叩きつけのとこね、ちょっとポイントとしてやったんですけど、巻き腹そもそもねちょっとした私のねエピソードがあるんですけど、ハンドメイドバッグを作り始めた最初の頃ですね。最初の頃はハンドメイドバッグじゃなくて、ポーチから入ったんですよね。ファスナー付きですね。で、そのポーチの、なんか出来上がったやつが全部ね、花柄でスタートしたんですね。なので、花柄に取り付ける、なんかね飾り何か欲しかったんですね、飾りがね、まあ、花柄じゃなくても無地でも後々こいつ今回みたいにこうやって付け始めたんですけど、何もねブランドネームとかもなくて、何か目印になるものをと思って、これを見るともしかしてこの人のかなみたいな、なんか音楽メロディー聞いた時に、例えば新曲聞いた時にこの音楽この声ってこの人の声だよねとか、このメロディーこの人の曲だよねっていう風に分かるぐらいの、その題とか聞かなくても、紹介とかしなくても、そういうのの似た感じのニュアンスで、これ見るとなんかこの人のやつかなみたいな感じを、なんかちょっと分かってもらおうみたいな感じもあって、で最初の頃ですね、全部のやつにねこのね巻き腹をねつけてたんですね。そんなねことを昔に、ね、やっていましたね。この色だけじゃなくてですね、昔ねちょっと逆転ですね、字が地味な色をすごくやっていたので、そうするとバラの花は赤とかねピンクが多かったですね。オレンジみたいな、薄いオレンジみたいなバラとか、なんかねピンク系とか赤系なバラがね多かったと思いますけれどもね。そんなこんなで、でこのバラはねその時の残りでもないです。もうだいぶ後のものですけど、結構ね懐かしいです。このバラをねこうやってつけようっていうことになった時にね、これ昔の作ってたのをねちょっと思い出しますけど、だいぶのその頃に比べるとね、作り方とかもね随分ね変わったっていうことになるんですけどね。はい、では今回はですねちょっと面白いですね、タオル地でもこんなの作れるんだよということでね、タオル地でこういうの作ってみました。どちらかというとね、今回のタオル地は織物系なので、ニットみたいにねビヨンって伸びるタイプじゃないんですよね。基本的な感じのところがちゃんとしっかりしてて伸びない感じになっていたので、結構ね作りやすい方なんですけど、伸びるやつの場合またちょっとね工夫いるかもしれません。ビヨヨンってちょっと形変形しちゃうといけないのでね、というふうにちょっとでも面白いですね。パイルの生地雰囲気がすごくいいので、ちょっとやっぱり目が離せないなと思いましたね。はい、ではこれからもねいろいろな素材で作っていきたいと思いますので、どうぞ楽しみに。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
間違えたらまた。